先日10月25日ですかね、最高裁判決でいわゆる体の要件を整えなくても、ここ体の要件を整えないと性別変更の届出を認めない、これが違憲であるという判決が下りました。あらかじめお断りしておきますが、我が国の法治の仕組みを否定するものじゃないです。法治というものは悪法も法ってね、なんかソクラテスが言ったとか言わないとかって話もありますけれど、まあ決まっちゃってるものはしょうがない。ただし法律というものはこれから作り上げていって変えていくこともできる。もちろん私の立場じゃできませんよ。しかし一人一人の国民が、まあ、あるいは市民が、区民が、都民が、県民が、道民が声を上げることによって変えていく機運を作る、まあ、あるいはアイデアを出すことができる、まあ、そうした視点から今回の最高裁判決というものが、あれ本当に分かってますか、大丈夫ですか、いやもしかして、もしかすると情報弱者、情弱、この番組的に言うとこの情弱者なんじゃないですか、ということをちょっと指摘してみようかなと思います。重要な背景情報があります。裁判員裁判という制度がもう結構前から始まりました。しかしその前、裁判員制度が始まる前というのは、裁判官の判決と我々庶民の、市民との感覚が違うんじゃないか、まあ、こうしたことがずっと言われていたんですね。裁判官って感謝じゃなく、あの公務員宿舎、公務員宿舎の中に入っていて、ほとんど外との接触がない、むしろ外との接触があると判決に影響が出てしまう可能性がある。よって裁判官の皆さんというのはこの公務員宿舎の中にがっつり入っていて、でしかもそこは裁判官の皆さんしかいないので、ある意味、まあ、これ順調にいきますと大学を出て法律家の資格を取って、そして弁護士になって、まあ、研修期間を経て弁護士になった、弁護士じゃないと裁判官になって、そしてもう裁判しかやってない、法律の中でしか生きていない、学生から法律しかいないので、世の中はもっといろんなことがありますよね。法律で決まっていても、ごめんなさい、今日も罪を告白しておきます、今日の罪を告白しておきます。今朝ワンコと散歩している時に左側通行しちゃいました。だからって感じですよね。一応歩行者は右側通行になってますけれど、だからといって左側を歩いてね、まあ、基本的にはまあ右側歩いた方がいいんですよってことなんですけれど、まあ、こんなものはもう本当にこれで処分されることはないですけれど、街中では実際に法律で書いてあることのその解釈とか運用において幅があるとしておきます。この幅がある、これを裁判に反映させようと、それが裁判員制度が始まった理由。まあ、これも私まだ欠陥があって、もっともっとアップデートしていかなければいけないと思います。はい。今回の、いわゆる体の変更がなくても、特に生殖能力、子供を作る能力、どちらもですね、どちらもの、この子供の作る能力において、これを変更していないというか、止めていない状態でも、性別変更ができるかもしれないという方向に今回の最高裁判決はなったわけです。差し戻された理由の一つとしては、最高裁から高裁の方に差し戻されると基本的には判決がひっくり返るんですけれど、その中で外の見た目の変更をなすかなさないかの部分については一審二審とも判断を下していなかったんで、ここちゃんと話し合ってねというところ。ただどうも体の機能としての生殖能力は変えなくっても戸籍の変更ができるというところは、どうやら最高裁の判決の方に従うとそのままになっちゃう、生物学的にはそのまんまのまんま戸籍が変えられるようになっちゃうということ。これについて最高裁判決の中からいくつか気になったところですね、紹介していきますと、いわゆる生殖能力が失われていないのに変更した場合、端的に言うと心は男の人で体の能力としては子供を産める能力を持っている。これを今までの日本の法律の中では子供が産めないような状態にして申請をするということになっていた。そうじゃないと認めませんよってなっていた。これが今回の最高裁判決によって、能力は持っていても戸籍の変更ができるという、できるというか、まあそこね、できる方向に今なっている。最高裁判決の中では仮にその能力を持っていたからといって本人が男だということを希望しているわけ、その変更することを希望しているわけだから
その時に能力を持っているからといって子供を作るということは稀なケース、稀なケースだからということで、どうやら最高裁の方は判断したそうなんですけど、稀か稀じゃないか、レアケースかレアケースじゃないかだけで判断するというよりも、今回の最高裁判決においては世の中のいろいろな常識が変わってきて、でさらには体の特徴だとか生殖能力一つ取ってみても、外科的な手術だけじゃなくてホルモン治療だとホルモン療法だとかいろいろな方法でも対応できる、そして社会の理解が深まってきた、そして変わってきた、医学的なことも変わってきた、こうしたことも鑑みた時にということなんですけど、世の中がいろいろ変わってきている、そしてレアケースということなんですけれど、これはコスモポリタンというネット媒体ですね。コスモポリタンの方で言うと、これはいつだ、1年前の6月13日の記事です。誇りに思う、妊娠を初めて公にしたトランスジェンダー男性、あれ誇りに思う、妊娠を初めて公にしたトランスジェンダー男性、父親であること、出産を経験したことを今でもとても誇りに思っているんです。こちらの記事の冒頭紹介しますと、出生時は女性として生まれたトーマスさんは、幼い頃から自分のジェンダーに違和感を感じており、2002年に性別適合手術を受け、法的に女性から男性へと性別を変更した。トーマスさんが妊娠した男性としてメディアに取り上げられた時は、トランスジェンダーだと公表してメディアに露出している人がおらず、耳にしたことがない人がほとんどだったという。これですね、 SNS でちらほら見たことがあると思うんですけれど、彼はですね、手術をしておらず、男性ホルモンであるテストステロンをの摂取を止める、つまりホルモン注射、ホルモンを打ち続けることによって男性のようになっていた、男性であった。ところがこれを止めたところ、4ヶ月後に、まあ、いわゆる月のものですねが始まりまして、ドナーの、まあ、精子を提供してもらって妊娠することに成功したということで、あの機能はあって、その機能を今までのというか、この最高裁判決でひっくり返る前までは、日本の法律では手術をしてその機能を止めるということがあったのが、最高裁判決ではホルモンだとかいろいろなことによって、その特例法ができた時よりも医学的にとか社会の常識とかが変わって、まあ、問題ないですよと、手術しなくても問題ないですよというようなことを最高裁判決はしたんですけれど、もう問題というかどうかはまたこれよっこいしょと脇に置いたとして、男性ホルモンを止めて機能が残ってたら妊娠することができて、そして出産をしたということ、裁判官は時代が変わって医学だとかも変わって周りの環境も変わって、そしてもう生まれているんですよ、生まれた命は大切ですよ、ただ今はネットがありますで、こうした情報が共有できる時代なんですね。そしてこれは私は多分男なんですけれど、人間の心ってどうなるか分かんないんですよ。それは一時的なものなのか、本当の自分に気づいたのかっていうんでは全然意味違うんですけれど、しかし一時の気の迷いとかっていうことだってあるわけですね。その時に生まれた子供は、物心ついた時にはお父さんなんですけれど、生まれたのはお父さん、まあ、こういうことが起こっちゃう。これは最高裁判決17ページ目にあるのが、お風呂だとかご婦女だとか、とりわけお風呂だとか温泉とかはどうするかっていうことに関しては、事業者の、努力によって維持できてからいいんじゃないのっていうような、ざっくりと言うとこのような判決が書かれておりました。事業者任せですか、最高裁の皆さん、事業者任せでしたか、マジですか。まあ、これについては今日のラジオの文化放送のおはようテラちゃんで、内藤陽介先生もこの部分、事業者丸投げってどういうことですかと、まあ激おこぷんぷん丸と、まあラジオなんでね、まあそんな感じで、あくまでイメージ、指摘されておりました。法律って最後の最後に、まあ揉めたりとかごちゃってなった時に線を引くのが法律であって、その最終的な解釈が最高裁なわけですよ。それが業者任せですか、業者任せアウトソーシングですか、だったら最高裁いらねえんじゃねえのなんつってね、白が言っておりまして
屋根ね、法律がよく分かんないんでね、人殴っちゃいけないってんだけは分かりますよ。18ページ目にはですね、男女、まあ、というかこれ最高裁判決全般的に出てくるんですけど、男だとか女だとかのこの性別の戸籍の男だ女だ、男だ女だと、で世の中の多様化かって言ってるんですよ。世の中の多様化かって言っていて、そういう理解かって言ってるんですよ。そうなると男女、男女 LGBTQIA プラスの中では男と女のそのどちらでもないとかっていうのも今あるって言われてるんですよ。そうすると今回男女って言ってるんですけれど、世の中が変わっただとかレアケースだとかっていうことでもって判決の論拠らしきものにするんであれば、今の常識では LGBTQIA プラスがあって、そして機能を残したまんま男の人だったものが、そのパートナーが健康上の理由から子供を求めることができないというんで、じゃあ俺がホルモン止めて産みましょうということ、そして生まれているという、これが今の Now で LGBTQIA プラスとかこの議論において、我々はもうすでにこれ情報を共有しているんですよ。 SNS を見ますと、まあマッチョというか、まあイケメンとしておきましょうか。イケメンの方がお腹ぷっくり出てまして、食べ過ぎなのかなと、いやすいませんね、本当にそう思ったんですよ。そしたらお子様が、まあ、先ほどのケースです、お子様がいて、そして出産したということで、これ拡散されております。するとやはり情報弱者ジョー・ジャクソンが判決を下しているとなりますと、この高度情報化社会において最高裁判所の在り方、ここから今見直さなければいけないんじゃないでしょうか。その判決を下すために必要な情報を本当に持っていたのかどうか、この検証が必要で、それを仮に持っていないで判決を下したんであれば、それも衆院選のたびに、総選挙のたびに、はい、この裁判官情弱です、はい情弱です、情弱全員情弱クビー、いや、こういう我々が判断する材料というものを衆院選挙の時に、最高裁判事の丸か×かをつける時にも、こういう情報って必要なのかなと思います。最後の最後にちょっと流れ玉当てておきます。デイリーの記事です。玉川徹氏、性的少数者のオンライン問題に解決案提示、社会の工夫で乗り越えられるということでですね、例えば女性が入るお風呂に男性の体のまま入ってくると混乱が起きるっていう話があるんですけど、その問題と少数者の方々が手術しなければ性別変更が認められないっていう問題は、トレードオフ、まあ、一方的に追求するともう一方を犠牲にする、この、ね、交換校になる、なるものじゃないと。お風呂の方は別の対策が取れると思うと語った。湯浴み着っていうのがあってですね、認められてる温泉とかは増えてきてるんですけど、手術をした跡があったりとか、裸を人に見せたくないっていう人がいて、と入浴専門の衣類があると例示、社会の工夫で乗り越えられると思うと力説した。性的少数者を社会で包摂しましょうって考えるか、排除しましょうって考えるか、人としてのあり方の問題と指摘した。ただ男性がトランスジェンダーのふりをして浴場などに入り込むような危険性については触れなかったということで、こちらはデイリーさんのコミュニティノートが炸裂しておりました。湯浴み着といって、それを着たままお風呂に入れる、まあおべべがありまして、湯浴み着はまあ昔からあります。デイリーさんがコミュニティノート法的につけているのが、男性がトランスジェンダーのふりをして浴場などに入り込むような危険性については触れなかった。あ、これあくまでイメージですよ。すごい昭和的な漫画的なイメージできますよ。グヒヒヒヒヒ、グヒヒヒヒヒ、旦那がいけないことしちゃうぞ。こんな人が入ってきちゃったらどうするのかということに関して、玉川徹さんは一切答えず、湯浴み着ればいいんじゃないのと言っておりました。そしてこの発言、本当に手術とかで公共の温泉にしてもプールとかにしてもちょっと見られるのが、またですね、これはそのいろいろな手術とかをして傷がある方の中にはですね、我々に気遣っていただいている方も多いんですよ。で、あるいはどうしてもの時にはその湯浴み着ですかを着ている人とかを、このジェンダーの問題に何のためらいもなく直結をさせて、性別変更が認められない問題の方に直結している、こういう無理解こそが社会の深刻な対立を生むんじゃないでしょうか。そうじゃなく、一緒に過ごしていきたいだけ、
ただお互い様、おかげさまの中でそれぞれ迷惑をかけたくないという人たちの圧倒的に多いんです。これはもう LGBTQIA+ とかも全部まるっと含めてみんなそうなんです。みんなつか多くがそうなんです。ただ日本社会はネット空間もどうやら健全のようです。この田中徹さんの発言、今うわーって炎上しております。うわーって、いやそれはそうなんですよ。社会への優しさっていうのはその少数者だけじゃなくて多数に対してもじゃないんです。誰に対しても優しくなければいけない社会、それが多様性のある社会じゃないんでしょうか。ただここからさらに法律を作り直す段階、このそこのステージに入っていくんです。今度法律を作り直すターンに入っていくときに、これに関わる政治家の皆様に働きかけをすることができる。あ、もちろん嫌がらせダメですよ。こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないか、カクカクしたじかでと訴えることが直接のレベルでできるのがこの SNS 時代なんです。我々の微力は無力じゃない。というわけでみんなで頑張っていきましょう。